三方六は、北海道の十勝地方の土産菓子。製造元は、十勝総合振興局管内の加藤軍をと付町に、本社を構える龍月。白樺の木の焚き木を模したバウム空編。樹皮の色合いは二色のチョコレートで表現している。第27回モンドセレクションにおいて、最高金賞を受賞した。現在販売されている商品はあらかじめ十切れに、 カットされているが、かつては、カットされておらず、切り分け用のナイフが入っていた。現在でも、購入時に希望すればノコギリ型のナイフをもらうことが、できる。また、本社工場がある、スイートピアガーデンに行くと、作った、サイの端の部分が安く売られている。バウムクーヘンの両端部分を切り落とす際に発生する、円形の切れ端を袋詰めしたものと、 製品の大きさを整える際に発生する薄い長方形の切れ端をパック詰めしたものがそれぞれ販売されている。なお、スイートピアガーデンでは、北の年輪の商品名で、縦にカットする前の丸太の状態のものも販売している。2008年により、チョコレート味の3型6ショコラも発売されているが、期間限定でメープル味、抹茶味、メロン味も販売されている。 三肩六とは、長さ二尺、直径一尺二寸の丸太を六つ割りにした、伝統的な焚き木の大きさを意味する言葉である。三肩六の焚き木の木口は二辺が六寸、円弧の長さが約六寸、つまり三方が六寸の扇形であり、これが三肩六の語源となった。歌詞の三肩六は、この三肩六の焚き木より、はるかに小さい。 3型6の焚き木80から85本を式という単位で換算し3型6の焚き木一時期分を積み上げた体積に収まる焚き木の量も一時期となる戦前の十勝地方では1年間に1世帯で3から4式の焚き木を消費した3型6の焚き木はそのままでは大きすぎるので半分の長さに切断した上さらに細かく割って焚く3型六は 長年親しまれたヒット商品であるが時代の変化によりサイズが大きすぎる。個包装でないので配れないといった問題が出てくるようになった。これらを解決するためサイズを小さくし個包装にした商品が味方6の小割である。小割も様々な味が販売されている。一度は買いたい。すぐ売り切れる。幻の柳がつ、味方6の切れ端。フード、グルメ。 北海道ファンマガジン。2013年6月7日閲覧。日本の食生活全集1北海道の食事。農文教昭和61年。P99。ありがとうございます。